今里筋線は、大阪府大阪市東淀川区の板鹿野駅から、東成区の今里駅までを結ぶ、大阪市高速電気軌道の路線。正式名称は高速電気軌道第8号線と、称し、鉄道要覧では8号線と記載されている。駅番号を表す際に用いられる、路線記号は、I。2006年12月24日に開業した。ラインカラーは、暖かさをイメージした、工事色である。長堀鶴見緑地線と同じく標準機ながら従来の車両より2割ほど断面積の小さい鉄輪式リニアモーターミニ地下鉄を採用しワンマン運転を実施している。国道479号、国道163号、国道1号、今里筋の地下を走り大阪市東部を南北に縦断して放射状に伸びる地下鉄路線や京阪本線。片町線などと連絡する。淀川を地下トンネルでくぐる鉄道路線としては JR 東西線に次ぐ路線である。大阪環状線の内側を通らない初の地下鉄路線であり、大阪メトロの路線で御堂筋線との直接の乗り換え駅が一切ない唯一の地下鉄路線でもある。この他にも四ツ橋線、堺筋線とも直接乗り換えができない。他の地下路線との交差部分は、今里筋線がすべて、下を通っている。大阪市内間欠路線ではなく、途中の大師橋今市駅付近では、守口市も通る。沿線は、住宅地が多い。建設費を圧縮するため、設計が極力共通化されている。駅のホームのデザインも共通化されている部分が多く、長堀鶴見緑地線が、各駅ごとに異なる装飾を施しているのとは対照的である。駅ホームには開業当時の大阪市営地下鉄で初となる可動式ホーム柵が設置されている。ホームの乗降部分は 1mm 単位で上下、前後に調整できる仕組みとなっており、ホームと車両の隙間は他の駅と比べて極めて小さくなっている。今里筋線のホームドアの線路側についている。ラインカラーは、他線と違い、全6色になっていて、今里筋線の色は入っていない。駅構内には、オストメイト対応トイレを男女それぞれ1カ所ずつ設置しており、急患患者の搬送にも対応した、大型エレベーターも、大師橋今市駅を除き2カ所設置している。今里筋線単独駅の開設、あるいは、既存駅で今里筋線に関して新設された。改札には、上部に現時刻、発車時刻、列車接近を案内するモニターが備えられている。ホームにも同様のものがあるが、発車時刻は表示されない。多くの駅で、駅構内と一体となった地下駐輪場が併設されている。また、今里筋線単独駅か、緑橋駅を除いた大阪メトロの既存駅で今里筋線開通に関して新設された。駅出入り口は、遠くからでも目立つように、オレンジ色のゲートを設置しているものが多い。今後、今里筋の地下を、今里駅から湯里6丁目まで延伸することが、計画されている。ほとんどの列車が、板鹿野駅、今里駅間の通しで運転され、長石寺のみ、板鹿野駅清水駅間の区間列車が、設定されている。2013年3月23日改正時点の運転本数は全線通しの列車が平日はラッシュ時が1時間に11から15本、日中が1時間に6本、土曜、休日は朝夕時が9から10本、昼間時が6本。この他にも最終列車として今里発清水行きが毎日1本運転されている。清水駅。新森古市駅間から鶴見緑地へも掘削を行い、車両置き地を建設した。およそ 1km 先に長堀鶴見緑地線の鶴見緑地駅があるため、この間を接続して、同線の工場を共用している。専用の車両工場を持たない他の大阪メトロの路線としては、千日前線の車両を中央線の森の宮検車場に配置している例がある。2017年度決算における経常収支は約38億円の赤字、営業収支は約44億円の赤字、営業係数は 231.0 である。経常損失は、当時の大阪市営地下鉄全線で最も大きい赤字であり、営業係数も唯一200を超えている。また、2017年度の1日平均輸送人員は 68,000 人である。輸送人員は開業以降一貫して増加傾向にあるが、当時の大阪市営地下鉄全線で最も輸送人員が少なく、2番目に少ない長堀、鶴見緑地線の半分にも満たない。季節線との関係により、より深いところに敷設したために乗り換え駅での動線が長くなっている。地下鉄、今里筋線が通る今里筋には、1957年からトロリーバスが運行され、大阪市電と連携して、大阪市内東部と都心部を結ぶ役割を担っていた。しかしモータリゼーションの進展で自動車交通量が増加したためトロリーバスは1969年には廃止に追い込まれ、代わって市バスがその役割を継承したが、渋滞に悩まされないとして、また放射鉄道路線を補完する鉄道路線として新たな地下鉄の建設が計画された。1989年の運輸政策審議会第10号答申で、今後路線整備を検討すべき路線として上新庄、湯里6丁目間が示された。その後、起点を1996年に当時、東淀川区内でも住宅開発が進み人口が急増していた板鹿野に変更、1999年に板鹿野今里間の軌道事業特許を受けて、翌2000年3月に着工され、2006年12月24日正午に開業した。残る今里湯里6丁目間は後述する経緯から事実上凍結となっており未着手である。上記のキロ数は実キロ建設区間には非常に難所も多く、なかなか工事がはかどらなかった。季節の路線や地下埋設物を避けるためほぼ全線にわたり地下10メートル以上の深度で走り、特に寝屋川や第二寝屋川の真下では地下30メートル以上の大深度を走る。そのため既存路線と比較して急勾配区間が多いのも特徴である。今里筋線が走る区間の地層は水分が多く柔らかい超軟弱粘土層であり、ブルドーザーの身動きが取れなくなることも多かった。地盤を安定させるため、吸水効果のある円柱型の石灰の杭を多数打ち込んだものの、その効果はあまりなかった。道幅の狭い道路の下も走る。特に道路幅員が8メートルしかない随行4丁目駅、大道豊里駅間では、当時の大阪市営地下鉄ではほとんど前例のないトンネルを上下に掘り進める工法を採用した。清水駅、新森古市駅関目生育駅間には急カーブが存在し、特に清水駅、新森古市駅間の緑一交差点地下には、日本の地下鉄の本線上で最も急なカーブがある。この区間では、時速 30km 程度に減速して走行する。これらの影響もあり、ミニ地下鉄の採用で、工事全体のコストを2.3近くまで圧縮したとはいえ、建設費は約 2,718 億円にも上った。2006年に開業した板鹿野駅から今里駅までの区間で事業費が 2,718 億円かかっており、今里駅から湯里6丁目駅までの延伸を行うと、さらに調査費用や工事建設など 1,320 億円程度の費用がかかってしまうことから、大阪市の財政負担をさらに増やすことになるため、大阪市長の関純一は2005年11月に実施された市長選挙での公約でこの延伸区間の工事着工を見直すことを掲げていた。同年11月28日、再選された関は、今里駅から湯里6丁目駅の延伸区間について、大阪市の財政面の問題から、当初予定していた2006年度中の着工、2016年度の開業の予定を凍結することを決め、少なくとも1年間以上かけて延伸を実施するか否かを判断するとした。これに伴い、この区間の鉄道事業許可申請も当面延期する。2006年に開業した北半分が採算ベースに乗るような利用状況になれば、南半分の延伸の実施も現実味を帯びてくる可能性があるが、同じく平成になって開業した新路線で市内中心部を通る長堀鶴見緑地線が全通して10年近く経つ2007年時点でも厳しい利用状況となっているため、市内中心部を通らない今里筋線の採算性は極めて低いとされている。さらに、大阪市はそれまでの交通局を公設民営化する方針から急遽転換して株式上場も視野に入れた完全民営化する方針を打ち出したため、これが実現した際には延伸はほぼ実現不可能となる公算が極めて大きくなった。ところが2007年11月に市長に就任した平松邦夫がこれを見直し、当面現行の地方公営企業のままとした。しかし、2011年に平松に代わって大阪市長に就任した橋本徹の下で大阪市の交通事業を民営化する方針が2012年の大阪府市統合本部会議で示され、2018年4月に大阪市交通局の地下鉄事業を継承した大阪市高速電気軌道が発足し、民営化された。2018年4月、大阪市と大阪市高速電気軌道は、今里筋線延伸部における需要の喚起、創出及び鉄道代替の可能性の検証のための社会実験として、今里駅と安倍野橋、地下鉄長井を結ぶ BRT の運行を2019年度に開始することを目指すと発表し、同年6月1日から14日まで、BRT の愛称と運行するバスのデザインの投票を行った。その結果、愛称については、オレンジシャトル、Aトラム、今ザトライナー、今ザ特急の4案のうち、最多票を集めた、今ザトライナーに決定した。今ザトライナーは2019年4月1日より、運行が開始された。この BRT の運営は、大阪市高速電気軌道が行うため、同社は2019年よりバス事業も暫定的に実施している。今里筋線は今里駅から南側への延伸の他に板野駅からの延伸についても阪急京都本線小尺駅及び JR 京都線岸辺駅まで北延ばさせるといった提案がなされている。区間は構想、答申、計画が出された時点において未完のものを示す。全駅大阪府内に所在。ありがとうございます。